ゴミ清掃員がヒーローになったよ。その名はクリーンアースレンジャー。クリーントラックと一緒にいざ出動。ゴミ集積所へ到着。ゴミを集めるぞ。ギョギョギョ、ゴミモンスターが現れた。捕まえたぞ。トラックの中に入れてボタンを押すと、ポチッとな。ゴミを押し込む回転板発動。必殺必殺クリーンクリーンクラッシュ。これの中にはカレーライスが入っているんだぜ。飛び出しちゃう。なんとその時、男の子がやってきた。危ない。ブチブチ。ウィ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 。カレーのゴミ汁、飛び出ちゃったよ。それでも、ゴミを集めるよ。みんなの街を、きれいにするために。くっせえから、あっち行けよ。おじさんたち、臭いんですけど。汚いし、やだねえ、燃えるゴミが、なんで臭いのか、知ってる？生ゴミの中に、水がたくさん入ってるからだよ。その分、燃やす時のエネルギーとお金がいっぱいかかるんだよ。ゴミの出し方を変えれば、くっさいゴミを減らすことはできるんだよ。ゴミ清掃員を臭いと言わないで。ゴミ清掃員はみんなの暮らしを支えるお仕事です。皆様にお願いです。生ゴミは水を切ってから捨ててください。食べ残しはしないようにお願いします。ゴミを集めているときはできるだけ離れた場所を歩いてください。ご協力をお願いします。この動画はゴミ清掃員滝沢秀一さんが体験したことを取り入れました。滝沢さんの本、ゴミ清掃員の日常、このゴミは収集できませんなどなど、他にも出版されています。読んでみてね。クリーンアースレンジャー。このお話は、ノートというサイトで公開しています。皆様のアクセスをお待ちしています。最後になりましたが、ゴミ清掃員の皆様、お勤めいただき、ありがとうございます。